正解は私、デヴィ・スカルノでした。拝見しました。これだけじゃなくて、私アンジェリーナ・ジョリーナの大ファンなので、彼女の映画は随分見てます。どちらにって決められないわ。やっぱり両方、パーソナリティが違って両方とも魅力的ですのでね、でも普通でしたらばオーロラ姫かしら。でもこう、アンジェリーナ・ジョリーナが演じたマリフィセントもなかなか魅力があります。ディズニー映画マルフィセント2、大ヒット上映中です。ぜひ劇場でご覧ください。